はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スーシロカンナでございます。それでは本日やりますは、メソゾイックテラインシスというゲームを遊んでいきたいと思います。何でも恐竜が擬人化した話だそうなので、一恐竜好きとしてね、私もやりたいと思っておりました。行きましょう。とある地域の化石発掘調査に来ていた。すげえ、ジュラシックパーク1の最初みたいな感じになってるゲームをちょっと大きいかな。ちょっと下げるね。これぐらいでいいかな。はい。古生物の化石。主に恐竜が自分の研究分野である。いいじゃん。ジュラ紀かな？白亜紀かな？まだ見ぬ恐竜が好きな子供の頃から追い求め続け、研究者となった今でもそれは変わらない。めっちゃいいじゃん。3でもいいよ。ジュラシックパークを見まくってる私からするといいね。ただ遠い過去に君臨した生き物に惹かれるその思いとは別に、何かに導かれるような感覚があるのだ。じゃあ運命的に位置づけられてるね、君は。その声は、遥か昔の地形から届いているのか、ロマンチックな言い方。それとも今まさに目の前に広がる地層からの呼び声なのか。めちゃめちゃなんか、ロマンチックね。あら、これは何かのパーツだろうか。オーパーツ。中生代の地層から出てくるものとはとても思えないが、だって機械チックとは言い難いけど、アクセサリーチックな感じだね。岩石に埋まっている部分を取り出して全貌を確認するべきだろう。よく見ると中央に琥珀に何かあるような。琥珀っていいよね。DNA が詰まってんだぜ、あれは。自分はこれを見たことがある。何か遠い過去の記憶があるような。それは、面白い提案だね、哺乳類。哺乳類っていう言われ方はなかなかせんな。初めての経験。楽しい。そうだな。婚約束が果たされる日が来るのなら、次に会うときは、何？結婚する？どこここ？ここは一体、ついさっきまで岩場にいたはずなのに化石掘ってたよ。僕らの化石掘り出してたよ。これが幻ではないのなら、地層から出た謎のパーツが光った瞬間にして別の場所へ来てしまったということか。宮殿戦隊恐竜じゃの。大工が持っとったあの琥珀みたいな感じなのかな。森林のようだが、何やら見慣れない雰囲気だ。まるで自分を知る地形とは違うような。だって壁っていうか、ドーム状的なあれがあるけど。でかいね。あれは恐竜の尻尾？そんなはずはない。恐竜は過去の大量絶滅ね。しかしあのスパイクの形状、名前は。いや、まずはとにかくここから去ろう。襲われてひとたまりもないことだけは確かだ。ステゴサウルスって草食やけどさ。まあ、遅いはするよね。縄張り意識が高い系の子だもんね。とりあえず、恐竜からは逃れたが、森林に出たかと思えば、建築物の中にいるようだし、何がどうなってるんだ？誰でもいい。早く人を見つけて状況が知りたい。誰か！え？ぶつかる？ここで？遅刻遅刻のノリでぶつかる？知らない匂いがする。あ、ヤバタ人間かな。その牙の剥き出しな、怖いね。小さい生き物だな。こんなやついたっけ？わお。まあいいや、ティラノタスボ、ティラノ、ティーレックスだ。やっぱね、恐竜っつったらもう大名詞と言ってもいいほどのティーレックスですね。まあどういう姿をしとったかっていうのはあくまでね、みんなの想像っていうのもあるから、たまにね、頭にね、羽っていうの、羽毛か、があるパターンもありますけれども、やっぱりティーレックスは最高ですね。あ、震え上がってる。どうして？面白い、強い恐竜は怖い？いや、好きです。ちょっと遊ぶだけだから大丈夫だよ。あはは。初めて見る小さい生き物、試しに軽くかじってみようかな。美味しくはないと思います。美味しくはないと思います。こうやって顔を近づけて、んー、やっぱり見たことないやつだな。頭もこうやって簡単につかめるサイズとしてはデカすぎんか。まあ、T レックスだもんな。でも T レックスって手の力は弱いんだぜ。うるせえやつになってしまってる、私が。ティラノを初めて見たって反応してただろ？ジュラ紀の生き物？それとも三畳紀のは、まあそうだよね。白亜紀だもんね、ティラノサウルスって。あれ、動かなくなっちゃった。寝てるの？遊ぼうよ。寝たらつまんない。目開けて。ねえねえねえ、ねえってば、遊びたいだけなのか？食わねえんだったら遊んでやることもない。チー、わかる？チーって言ったら逃げるタイプかな。ボーと同じかな。ああ、起き上がった。異常はないか。イグアノドンだ。親指だったっけな。爪がでけえんだよ。
やっと目覚めたのか、開始しろ。メガロサウルスだ。あんまり詳しくない。あの時メガロがさっそうと開始しなければ、お前は今頃ティラノのおもちゃだぞ。それもいい意味、いいルートかもしれないよ。まだ状況は飲み込めてないんだから怖がらすなよ。イグアノドンが一番冷静だね。まずは自己紹介でな。私はイグアノドン。白亜紀の草食、植物、食、恐竜としてあなたたちにも知られているだろう。うん、知ってる。メガロだと、メガロサウルス。ジュラ紀の強い恐竜だ。もちろん知ってるよな。あんまり、すいません。あの、アロサウルスとかあの辺は知ってますが、スーパーサウルスとかあの辺は知ってますが、あなたのことは概ね聞いている。それにしても恐竜である私たちと比べると、新生代のあなたは随分小さく。まあそうだね、進化の過程でね、まあ哺乳類ですもんだって。まあとはいえ、根本的に私たちとあなたは同じ地球人だ。まあ、言い方的にはそうだよね。まあ、知的な生命体という観点になってもそうだもんね。あなたが、セノゾイックって何？新生代の地球人。私たちがメソゾイックの地球人というわけだ。メソゾイックってタイトルだね。俺が新生代の生き物。本当に目の前にするなんて思ってもなかったぞ。まあでもメガロの方が強いな。自分のことメガロって言うんだね、みんな。みんなじゃない。みんな、自分の一人称が自分なんだね。いいね。恐竜がいるなんてまさか中生代に来たのか。いや、今はあんたたちの時代、新生代で会っている。タイムスリップしたのはむしろ私たちと言うべきか。そうだな、メガロたちがこの船に乗って宇宙に出て、それくらいの時間が経ったんだ。活動条件が整うまで一時的な休眠とはいえ、長い間稼ぎになっていてな。宇宙船だって宇宙を感じる。プテラノドンな翼竜だね。ジュラシックワールドパーク3ではなかなか恐怖な演出をしていただきましたね、プテラノドンですね。船のことは俺から説明しよう。プテラノドンだ。この船ではキャプテンと呼ぶように。イエス、キャプテン。白亜紀末の隕石衝突してるかな。まあ、恐竜絶滅の仮説となった一説だよね。その隕石衝突から回避するため、地球を脱出したのが我々だ。ノアの箱舟的な。そこで用意されたものこそが宇宙へ立つための箱舟、ノアの箱舟であってた。そう、まさに今貴様が乗っているのは紛れもない宇宙船だ。まだ実感が湧かないという顔だな。まあ無理もない。実際に見てもらった方が早いだろう。タペヤラ、外の様子、タペヤラって誰？あいやい、キャプテン、モニター切り替えだよ。宇宙、コズミックエナジーを感じる。海より生まれ、陸に上がり、また空へと飛び。適応を重ね、地球上に君臨した我々の次なるステージは、この宇宙。まあ、恐竜が絶滅しなかった未来を考えたら、人型の恐竜になって、人間型の恐竜になっているだろうっていうのが有力な説らしいけどね。よくわかんないけど。ただし、母性との関係とはわけが違う。宇宙船の打ち上げ及び、我々の生命位置はある種の影だった。どうあれ黙って滅びを受け入れるより、はるかにマシだろ。まあそうだよね。万全な生命活動の準備に途方もない時間が必要だという結論に至った我々は、先ほどメガロが言ったように化石として長い間休眠状態で航行することを選んだ。いつか再び目覚める瞬間を待ち続け、今に至る。この船は新生代の今となってようやく朝を迎えたのだ。今活動している俺たちは初期に目覚めた方だが、それでも日が浅いのだよ。そして今も眠り続ける恐竜たちが船内には大勢いる。この船の現状はいわば小惑星級のラーゲルシュテッテンって何？絶好の化石産出地だ。言えない。産出地だ。そこに貴様が呼ばれた。頂点に持っている琥珀を返しな。今、この辺りの仕組みを説明するは省略する。貴様の役割は船内の化石を探し出し、皆を目覚めさせることだ。そのためにここへ呼ばれたことを知っておけ、ウィルコー。はい、コピー。思う存分化石の調査ができると知って目つきが変わったな。マニアだね。見込み通りだ。俺の船のクルーとして選ばれたのだから、その役割をこれに思うといい。はい、コピー。貴様の働きに感謝している。新生代の研究員。いや、こちらこそ、ワクワクもんだ。一枚絵で一瞬止まったから何かと思った。もう一回クリックだった。こうして、恐竜たちと宇宙船での活動がスタートし、新生代の研究員である自分は、彼女たち、女の子だったの。仲間を目覚めさせるべく化石を探すこととなったのだった。あー、第一話だ。
そう、1話までだったから、そう、2話が楽しみな展開。あ、ティラノが見たかったな。イグアノドーン。白亜紀前期に繁栄した鳥脚類で、植物食の恐竜だと。イグアナの歯という意味の名前だが、これは発見された化石がイグアナに類似していたことに由来していてね、新生代の、現代のイグアナと生物学的なつながりがあるわけではないんだ。似てるっていうだけなんだよね。発見したのは医者のギディオン・マンテルとメアリーアン。メアリーアンだって。当時は恐竜の存在が知られていなかったから、発見された化石の主がどんな姿の生物だったのか、いろいろな想像がされたんだ。そう、別の恐竜の化石とも合体して、なんだかんだキメラみたいなのがいっぱいできたんだよね、あの時代って。大型の爬虫類としてまさに地を這うような大きなイグアナのような姿だと推測されていたり、あの先に角がついていると思われていた時期もあったよな。最初に想像図を見たとき私も驚いたよ。あの親指の爪がクソ長くって、爪っていうか、が鋭いから、それが、頭の鼻先の角にね、されたっていうのもね、面白い話でありますけれども。ある種、炭鉱の中から30体以上もの化石が見つかってね、私についての研究はその発見によって飛躍的に進んだんだよ。まあ、そうだ。そうだ。なんか30体も見つかったら、角だと思われてた化石も実際には親指のスパイクであることが分かったみたいだ。ちなみにこれは捕食者から身を守るために使っていたんだよ。ぶっ刺すんだよ。ぶっ刺すんだよ。ぶっ刺すんだよ。面白いな。普通に面白いな。私、この方からメガロサウルス。メガロサウルス、多分実物見たらわかるんだろうけど。白亜紀より前、ジュラ紀後期の肉食恐竜だぞ。名前の由来は巨大なトカゲだ。T レックスも大体そういう名前だよね。強い竜とかね、強いトカゲか。メガロを見つけたのはウィリアム・バックランド。地質学、古生物学を研究していた聖職者だ。もう聖職者の方結構多いね。メガロやイグアナが見つかったばかりの時は、新生代の奴ら、みんな恐竜を知らなかったからな。聖職者の彼は聖書に載ってないメガロたちを認めるべきかいろいろ考えたりするけど。まあ人、聖書ってだって人ができて、生まれてからや。え、そらそうだよ。まあそんなものメガロには関係ないかな。そうだね。ちなみに一番最初に名前がついたのは、そうなんや。メガロサウルスが一番最初の恐竜の名前でついたんだ。ありがとう。知識として身につけとくよ。恐竜の中で最初の発見だったかな。違った恐竜化石が全部メガロサウルスに分類された時期があって、新生代ではメガロのことはまだよく知られてないんだってさ。あ、そうだ、そうなんだ。だけどわしも知らんでよかった。よかってはないけどよかった。メガロが強い恐竜だって覚えておけばいいぞ。それは間違いないからな。アイコピー。プテラ、プテラ、いいかも。よく見るプテラのだ。白亜紀後期の空を飛んでいた。名前の由来は歯のない翼。そう、実際歯がないんだよね。翼竜の中でも特に。二本的した体は、翼海鳥に対し非常に軽く、海鳥の気流に乗って長距離の移動が可能だ。海面の近くを滑空して魚を食べていたが、名前の通り歯を持たないため全て丸のみだ。ケツァールコアトルスとかあの辺もね、翼竜の超、まあ一番でかいんだけど、あいつは。その中のね、翼竜の中ではメジャーな方だよね、プテラノドンは。それから特徴的には後頭部の突起だろう。そう、なんかね、掴めそうなぐらいの長い突起があるよね。言い具合に言えないな。実際これは新生代の人の体長と同じくらいのサイズだと思ってて、新生代の研究では舵取りやディスプレイに使われてたと思われるらしいな。あー、なるほどね。強さの象徴とか、まあ、舵取りっていうのは想像がつくよね。想像がつくっていうか、イメージ湧くよね。この宇宙船に乗った連中と比較して、プテラノドンの化石は地球上で多く発見されている。これは海岸で生活したことが主な要因だろうな。あ、そうだね。海岸部って、生息されていたから、まあ、結局海が陸地になってそのまま発見されやすいっていうパターンだよね。逆のパターンも多いからね。陸地が海になって発見されない化石っていうのも絶対あるはずだけどね。ちなみに発見者は、古生物学者はオスニエル・チャールズ・マーシュ。なんて名前や。グレート・ダイナソー・ラッシュ。化石戦争において、数多の化石を発掘した総人だ。アパトサウルスやアロサウルスも彼が発見してるよ。もうアパトって首長竜じゃない。ごめんなさい。ブラキオ系ですね。アパトやけんさ。ブラキオは上やけど、アパトは確か前の方に長いんだよね、首が。
なんて言ったらいいの？なんて言うと、キリンみたいなさ、上に首が長いタイプじゃなくって、ずっと、長いタイプだね。はい、タイトルが、サンタだから T-Rex はいない、ね、キラのチンはいないのか。はい、ということで、はしゃいでしまいましたが、メソトイックテラエンシスというゲームを遊んでみました。恐竜擬人化で彼女たちっていうからちょっとテンション上がっちゃったね。それでは次回の動画でお会いしましょう。シャンプー02も出たらちょっと気になるな。やってみようかなと思っております。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ！